おや、あなたたちは。赤羽沢だ。お前たちまだここにいたのか。ああ、もし時間があったらぜひまた僕たちの話に参加してくれ。いいけど、何を話せばいいんだ？もちろんこの前の話題さ。タタラスナについてまだ聞きたいことがあるんだよな。ひひ、オイラたちも話に混ざろうぜ。とはいえ進展はいまいちでな。ん？ああ、もちろん。僕のもいるかい？どうぞ。どうだ？そうだ、この前赤羽たちはもっと情報があったら教えてくれって言ってたよな。実はオイラたちちょうど稲妻から帰ってきたばかりなんだ。旅人、
オイラたちの知ってることをこいつらに話してもいいか？まさか重要な情報か？話すと長くなるんだけど、実はオイラたち稲妻に友達がいて。おお、こんな話が聞けるなんてな、かたじけない。なるほど、全ての根源は復讐だったというわけか。雨の間の末裔が言うのならそれで間違いないだろう。はあ、結局お化けじゃなかったか。これらの情報は私の言説をさらに補強したと言える。見たか、当時の人にとって投稿がそれほど重要だったということだ。彼らを傷つけることは権力者への復讐と同義とさえ言われていたからな。わかったわかった、君の言う通りだ。だがそうだとしても僕が小説を書いちゃダメってことにはならないだろ。また議論を始めちゃったぞ。本当に熱心だな。あっと、すまない、自分たちだけで盛り上がってしまったな。情報助かったよ。いいってことよ。またな。また何か情報があったらぜひ教えてくれ。おう。旅人、パイモン、最近はどうかしら？全然休めなかったぜ。あの日の夜にこいつと話をして、気づいたらもう朝になってて。しかもその後すぐ、こいつが稲妻に行くって言い出したんだ。ジャンヒョ？聞いた感じでは、何かのコードネームみたいね。表情が暗いけれど、何か言いたいことでもあるの？旅人？おい、どうしたんだよ。顔色が良くないぞ。そうだったの。つまりそのザンヒョウという名の人形は世界樹で自らを消し過去を変えようとしたのね。でもどうしてそいつはそんなことができたんだ？旅人の話によれば、彼はもう少しでスメールの神になっていた。それは私の記憶と噛み合わないわ。私の記憶では、私たちが打ち負かした機体の中には、誰もいなかったもの。でも辻褄は合うわ。もし誰かが世界樹で、自分の存在を徹底的に抹消したら、世界もそれに伴って変わるでしょう。つまり、本当にそんな人が存在してたけど、そいつが世界を変えちゃったせいで、オイラたちも忘れたってことか？ええ。理論上にしか存在しない挙動だし、
そんなことをする度胸のある者がいるかさえ不確かだけど、旅人はテイワットの外の世界から来たから、世界樹に彼についての情報はなかった。よって世界樹に対する改ざんもおのずと彼には影響しない。もしこの世においてこのような形で改ざんされた過去を記録できる人がいたとしたら、それはあなたしかいないわ。でもそのザンヒョウってやつはなんでそんなことをしたんだよ。私も今ある情報からしか推測することはできないわ。彼が具体的にどんな人だったのか今はあなたしか覚えていないから。何か言えないことでもあるの？すでに死んだ人の歴史を変えることはできなかった。そうね。ザンヒョウは自分が裏切られたわけではなかったと知って、物語にあった、かつて、タタラスナで暮らしていた人を友とみなしたのかもしれないわ。そうして人間を憎む理由をなくした彼なら、かつての友を救おうとするのもおかしくはないわね。とても合理的で、どの点においても辻褄が合っている。ザンヒョウは、博士の手伝いにより神になりかけた。だからこそ、彼は世界樹とつながる権能を得たわけだけど、その権能のおかげで、力が残り少ない状況であっても、世界樹の中の記録を書き換えることに成功し、自らを消した。確かに筋は通ってるけど、その人たちのおかげでいい結果になったわけでもないし、おいら、この感じ、なんか嫌だぞ。全力で何かやったのに、結局何も得られなかったなんて。少し待ってちょうだい。確認したい情報があるの。見つけた。おそらくこれね。やっぱり、私の方でも尋常じゃない状況が起こっているわ。彼の話を裏付けるには十分ね。何なんだ？私自身が保存した全ての情報の中に、片隅に置かれた記録を見つけたの。あなたたちも見てちょうだい。書いたんだ。この記録を作ったのは私自身よ。え、ナヒーダの書いた童話がそのザンヒョウと関係してるのか？旅人の話と合わせれば、私の残した物語は全てある特定の内容を指していることがわかるわ。待てよ、もしかしてその記録って事前に残してたものなのか？そう。たとえ他の記録にあるザンヒョウと歌舞伎物についての内容が変更されても、私の手によって書き起こした物語に影響はないの。世界樹内の情報を変えることは、テイワットを書き換えるのと同じ。でも世界樹は、
事前にわざと隠された情報を変えることはできないの。この記録はきっと、残氷が世界樹に入る前の私が残したバックアップね。すごい方法だな。さすがナヒーダだぜ。旅人を残氷と一緒に世界樹に入らせたのも、その時の私が考えたもう一つの保険だったのでしょう。彼なら、すべてを覚えていられるから。世界樹に今ある情報と、この記録で暗に語られている物語は、互いに結びつきを持っているわ。それらにおけるすべての異なる場所をつなぎ合わせれば、彼の言う、残氷が消した一生にたどり着くわ。野狐の皮をかぶった猛獣が、狐の群れに紛れていた。彼らは、昼夜を共にし、互いを友と呼び合い、仲睦まじくしていた。たまに、猛獣は夜になると狐の皮を脱ぎ、水中の自分に向かって嘆く。自分はこれほど不自然な存在なのに、彼らは愚かでそれを見抜けない。実に残念だと。しかし猛獣は、すぐにその考えをやめた。なぜなら、狐の群れにいる衣類は彼だけではなかったのだ。もう一匹、白い木から掘り出され、人に見捨てられた子猫がいた。子猫は狐になりたかった。だけど、子猫の尻尾は細くて短く、色鮮やかな毛並みを生やすこともできない。他の狐はそれを見ると、こう慰めた。だとしても、君は僕たちの仲間だ。猛獣はそんな馴れ合いを嫌い、山の中で火をつけた。動物たちはひどく怯えた。大きな火を消すには、犠牲を払う必要があるからだ。一匹の灰色の狐が前に出て、猛獣と話をした。いわく、君は頭がいいから、きっと僕たちを救う方法を思いつくはずだ。猛獣は微笑みながら、灰色の狐を火のそばに連れ、殺した。灰色の狐の心は、透明で美しい、無垢な雫に作り上げられた。猛獣はその雫を子猫に渡し、こう伝えた。みんなお前を犠牲にしようとしている。これをもって、お前の狐の仲間たちのために、死にに行くといい。火は消された。子猫はそこを離れ、翼の折れた小鳥と共に暮らした。彼らは互いに寄り添うことを約束した。しかし、小鳥の寿命はあまりにも短く、すぐに息を引き取った。子猫は小鳥を埋葬し、その山を離れた。それから子猫は、山におけるすべての葉っぱも、すべての動物も、愛すことはなかった。彼は、いくつもの夜をさまよい、月に向かって牙を研いだ。子猫は月を喰らい、すべての月光を噛み砕きたかった。すべてが暗黒に戻れば、彼は、快楽と安心を感じられる。僕は新たな月となり、みんなにとって唯一の存在となる。そうすれば、この世に鳥や狐、猫がいたことを知る者はいなくなる。その違いを知る者さえ。溶けた！すべて思い出したわ。私が全力で残したバックアップは、残氷自身の記憶だった。神になるため、彼は大量の実験と改造を受け入れた。人形だったからこそ、あのような過酷な過程を耐えてこられたのね。
この記憶は当時の学者たちが彼から抽出したものよ。残票を警戒していたからこれを残したのかもしれないわ。神を創造するのは第一歩に過ぎず、天津さえ神を操ろうとする者もいた。だからいつか使う時に備えて彼の記憶のバックアップを取ったのでしょう。私はそれらを自らの深い夢の中に保存した。そして書き起こした物語でさらに外部を包むことで改ざんされるのを防いだの。本当にそんな人がいたのか。そいつはオイラたちと何回も会ってて、いつもオイラたちと敵対してたのか。それなのにオイラは完全にそいつを忘れてた。まるで煙が消えるみたいに、最初から存在してなかったみたいに。残票は降臨者に関する情報を探すのを手伝ってくれると約束したわ。それについての収穫はなかったけど、あなたの役に立つことはできたみたい。消失する前、彼は最も重要な手がかり、あなたの血縁者がかつてカーン・ルイヤに降臨したという情報を残してくれたわよね。ただ世界樹にある情報の変化がファデュイの上層部にどれだけの影響を与えるかはまだ不明ね。彼らは組織内にかつてそのような執行官がいたことを覚えていないかもしれないわ。その話だとオイラはそいつのことが好きじゃなかったみたいだけど、だからってそんな結末もオイラは好きじゃないぞ。それこそが知恵が全ての問題に答えられるわけではないことの証明よ。私たちは凝視し認知し理解してもなお問題にとらわれる。答えは一つだけではないの。この世の生命が求めているのは真実を追いかけ困難を解決すること。真実をその人に返すのは運命の選択権を渡すのと同じ。傍から見れば無駄なことだったかもしれないけれど、こうして自分が思う通りに消えることができたのは彼にとってきっとそれだけの意義があることだったのよ。忘れないで、たとえ暗黒の雲の下を歩んでいても、どれだけ道が困難でも、知恵の灯火が私たちを良き結果へと導いてくれるわ。そしてこれはあなたがずっとやってきたことでもある。おう、ナヒーダの言う通りだ。元気出せよな。この暗い話を続ける前に今から何か食べに行ってもいいと思うぜ。いい考えね。パイモン、彼を気晴らしに外に連れて行ってあげてくれないかしら。オイラに任せろ。ほらほら、複雑な気持ちなのはオイラも分かってるから、今はちょっと外を歩こうぜ。グランドバザールの屋台で食べ物を買って気分転換しようぜ。あんなことを覚えてるのがお前だけなんて、確かにすごく悲しいよな。でもオイラがずっと一緒にいてやるぞ。一緒に話をしたらきっと良くなるさ。私はまだ調べたいことがあるわ。あなたたちは気分転換に行っててちょうだい。手をつなぎましょう。
そうきたか。僕に何をしてほしいんだい。体を動かすのは久しぶりじゃ。すみません。先ほどの帳簿に少し問題があったようなので見てもらえませんか？おい、ちょっと待てって。ん？僕を呼びましたか？お前のことじゃなくてあのガキのことだ。見てなかったのか？あいつ店にある最後の2つの新鮮な夕暮れの実を取ってそのまま逃げちまったぞ。たくお前、働かせてもらってる身分でまたぼーっとしてたのか。よっぽどこの仕事が退屈か、それとも町のあれこれがそんなに気になるのか。僕の不注意です。すみません。あなたの言う通り、もしかしたら町で起きることがあまりにも興味深かったせいでつい気がそれてしまったのかもしれません。すごく気になってるみたいだけど、あいつ誰なんだ？お前さん、本当に変わってるな。俺んとこに働きに来たくせに金はいらないと言ったのもそうだが、何をやらせてもいろんなものに好奇心が向いて拉致が開かねえ。別にこっちも利用しようなんて気はないし、払うべき賃金はきちんと払うが、いつまでもそんな感じじゃこっちも生産に困るんだよ。いえ、お金はいりません。よそから来た僕を働かせてくださりありがとうございます。そんな言い方をされてもな。ほら、夕暮れの実だってなくなっちまっただろう。夕方には町にいるご婦人に詰め合わせを届けなくちゃならないのに。欠けた品は僕が探してきます。ここでしばらく待っていてください。待て、この際だからはっきり言おう。金を欲しがらない労働者に会ったのはこれが初めてだし、確かにちょっと得しようという気はなくもなかった。だが見てるとお前さんは本当に何も欲しがらないじゃないか。金もいらない、休みもいらない。時間ができたら辺りをほっつき歩き見て回る。お前さん、放浪でもしてるのか？いかにも。その通りです。僕のことは後にしましょう。今は品物の方が先です。夕暮れの実でしたね。任せてください。おい、どうするんだ。おう、こっそり近づこうぜ。気づかれるなよ。や
ついてこいなんて言ってないよ。ついてこいなんて言ってないよ。これでいいでしょ。あれが残票だってのは分かったけど、オイラたちどうするんだ。あいつから夕暮れの実を奪うとかか。んー、それはちょっとひどくないか。分かったよ。数に問題はありませんね。洗った方がいいでしょうか。そこの二人、僕の後をついてきて、何か用事でもあるんですか？おい、気づかれたぞ。町からここまでずっといたでしょ。気づかない方が難しい。もしかして、どこかで会ったことありますか？いや、その目、僕のことを知っているんですね。しかし、僕にはさっぱり、覚えがありませんが。本当に知ってたんだな。すみませんが、そのような話を信じることはできません。人形？そんな風には見えないけど。え？その表情、お前、本当に人形だったのか？どうやら、僕を知っているのは確かなようですね。僕がほとんど他人には言わないことまで知っているようだ。僕はただの放浪者に過ぎません。ただその様子からして、僕に会いに来たのには何か重要なわけがあるのでしょ？いいですよ。ただ、まずはこの品物を届けに戻ってもいいでしょうか。本当にあの店長の使いっ走りになってるのか？金はいらないって言ってたけど、本当か？はい。辺りをさまよっていた時、野外であの方に出会って、荷車で雨宿りをしてもいいと言われました。その礼として、彼を手伝っているのです。意外といいやつだったんだな。品を届け終えたら、あなたと一緒に行きます。それでいいですね。じゃあ、まずは町に戻ろうぜ。すみません。ここに置いておきます。本当に取りに行ったのか？あ？この二人は？この二人が僕に用があるそうで、少し離れる必要があります。すみませんが、しばらくは店番を休みます。ちょうど賃金を払おうと思ってたところだ。どこへだって行きたい場所に行くといい。俺んとこにずっといる必要はないんだ。え？知ってるさ。お前さんが俺の手伝いをしてるのは、雨宿りをさせたことへの礼だってな。な、金も受け取ろうとしねえのはそのせいだろ。そういえばあの日はあんなに雨が激しかったのに、お前さんは向こうのことゆっくり気ままに歩いてたな。雨に濡れるのも気にせず、急いで行くような場所があるようにも見えなかった。
おかしいだろう。目的地もないのに、なぜ雨の中を歩く必要がある？急いでるわけでもないのに、なぜ雨に濡れながら外にいるんだ？ああ。だが、俺がお前さんを引き取ったのはただのついでだ。大した骨折りでもないし、恩に切られる筋合いもない。自分の時間と生活を大切にするといい。しかし僕にはそんなもの。いえ、あなたの言う通りですね。ここでお別れしましょう。町へ連れてきてくれてありがとうございました。気にするな。これでもたくさん人を見てきたが、なんてことはない。お前さんが自分の歩む道を見つけられることを祈ってるよ。感謝します。さて、待っていてくれてありがとうございました。行きましょう。真面目にやって、コツコツ売るさ。どうしたの？あら？あなたは？こんにちは。急に伺ってすみません。オイラたち、街でこいつに会ったんだけど何も覚えてないみたいで、とにかくいろんなことが起こったんだ。つまり、あなたはテイワット各地を放浪しながら修行をしていると。私の知る限り、そういったものは修験者と呼ばれているはずだけれど、どうして自分を放浪者だと呼んでいるのかしら。はい、こちらの方が僕のようなものに合っているかと思いましたので。まるで寝なし草のような名前で。しかしこの二人は僕を知っているようなのです。しかも他のものは知らない。僕の過去まで。過去というより、説明するのがとても難しいわ。このような言葉を使うのはあまり好きではないのだけど、あなたの状況だと、もしかしたら前哨と呼んだ方がいいのかもしれないわ。前世みたいな感じか？ええ、昔というにはずっと距離が遠く、あなた自身には全く知り得ない状況のことね。聞きたいのですが、その前哨における僕はどんな人だったのですか？そうですか、わかりました。何か言いたげなのに、それを言うのが忍びない。どうやら、前哨の僕は、とても褒められたようなものではなかったようですね。言いにくいのは、そのことが今の僕に、大きなショックを与えてしまうからなのでしょう。けれど、僕は受け入れられます。真実を教えてください。そんなに真実が気になるの？はい。じゃあ、はっきり言うわね。前哨でのあなたは、悪とされることを数多くしていたわ。あなたは他者によって死にかけ、他者もあなたのせいで死んだ。人ならざる者として生まれ、神を憎み、人間を嫌った。あなたは終始さまよい、
たとえ居場所や身分を手に入れても、立ち止まる理由を見つけられなかった。なぜなら、その時のあなたは、自分に心が欠けていると思い込んで疑わなかったから。執着という根は、時として、茎を伝って苦き果実を実らせる。合衆から逃れられない以上、あなたが喜びを感じることはないわ。すべてを使い果たして、歴史を少し揺さぶっただけですか。結果だけ見れば、確かにそうだと言えるわね。今聞いた一切を、単に正しいか間違いかで判断することは、僕にはできません。人の行ういかなる選択も、時と場所によって決まる。因が果をもたらし、財が重なり、業となる。真理とはもとよりそういうものよ。正しさもあれば、それ相応の間違いもある。でも、万象と万物は、生まれながらにして複雑であり、こういった対立的な概念だけで、はっきりとするようなものじゃないわ。前哨の僕は、皆から、好かれていなかったようですね。別に傷つけようとしてるわけじゃないんだ。ただオイラたちにとっては確かにそうだったってだけで。しかし今僕のために真実を取り戻してくれたのは敵であったあなたたちではないですか。なあ、もうこいつってただ敵と全く同じ見た目ってだけの知らない人だろ。全くの無実じゃないとは思うけど、かといって問い詰めることもできない。すごく変な感覚だぞ。クラクサ・ナリデビ様、知恵の神であるあなたが言うのなら、それは全て真実なのでしょ。ええ、全て真実よ。あなたさえよければ真実の記憶を見せてもいいわ。はい、この目で直々に見届け、斧が罪悪を直接経験したいと思います。たとえ今のあなたの精神が、それにより鞭打たれることになっても。僕は人形。心も名もないただの人形です。逃れられない因果を除いて、僕を動かし、満たすものは何もありません。なら、あなたの願いを叶えてあげるわ。ちょっと待った。オイラたちもついていくべきじゃないか。グランドバザールからこいつを連れてきたのはオイラたちだし。心配はいりません。たとえ危険にあっても、それはもとより僕が受けるべきものです。旅人、私の代わりにこの過程を見届けてきてくれるかしら。そうだな。お前は今、状況が特殊だから、オイラたちがナヒーダの代わりに見張っててやるぜ。うん、わかりました。ありがとう。じゃあ、準備をお願いね。すべて、向き合います。全て向き合います。そこに何があろうと、できる限り向き合おうと思います。ただあなたにまで付き添ってもらうことになるなんて、迷惑をおかけしてごめんなさい。きちんと準備してね。
ここって稲妻みたいだな。あなたたちのいる空間は、私が記憶の内容を抽出して再現した無境よ。記憶を見れば真実を知ることができるけど、記憶にある敵の映像を怒らせてしまうこともあるから、安全には気をつけてね。まるで本当にその場にいるような感覚だ。オイラたちも来てよかったぜ。僕にそこまでしてくれる必要はありません。僕は守るに値する対象ではないんですから。でもオイラたち、途中でやめるようなことはしないんだ。前はお前が原因でやるべきことが途中で止まっちゃったからな。そうですか、ありがとうございます。放浪者、ここは雷神が残票を安置した場所、借景の館よ。あなたの前哨はここに大量の記憶を残しているわ。それってある意味ここがこいつの出身地ってことか？そうとも言えるわね。理由はすぐにわかるわ。足音がするようです。崩れた岩の後ろにこんな大きな空間があったなんてな。まさか消化骨髄を採掘していたタイが残したのか。いや違うな、内部の作りは完璧で保存状態もいい。普通の人間にできることではない。どうしてこんなところに人が倒れてるんだ。君は喋れるのか。どうしたんだ、怪我をしてここから出られないのか。いや怪我はないな。それにこの身分の高そうな服、一体何者なんだ。この男はカツラギといって、トラチオの養子である神輿長政の助手だったの。彼は借景の館に残されていた残票を見つけ、タタラスナに運んだんだわ。それによってその後のすべてが起こったんだよな。改ざんされていない記録の中では、カツラギは長政に殺されたわ。外に連れてってやる、仲間が近くにいるんだ。もう少しだけ耐えてくれ。タタラスナ事件において責任者であった庭は職人に偽装した博士に殺害され、当時歌舞伎者と称されていた残票は行方不明となった。そして神輿長政は2番目の責任者として責任を負う必要があったの。葛城はかつて長政に助けられたことで長政に忠実を誓っていた。そんな葛城の揺るがない決意により、長政に自分を殺させ、タタラスナ事件の幕を閉じさせたの。カツラギって人、いい人だったんだな。見た目は無人のようですが、慈愛に満ちた顔立ちです。どうして彼は幸福な最後を迎えられなかったのでしょう。この子供を崩れた洞窟で見つけました。自分の名前も覚えていないようです。名前がないと困るだろうに。先ほど外の作業員がお前を指して歌舞伎者なんて呼んでたが。構わない、それでいい。カツラギ、こっちに仲間が増えたことを丹羽様に報告してきてくれ。
よいしょ。君と同じで、僕も捨てられたんだ。当時僕は、ここに住んでた。いい場所でもないから、ここに引っ越してくることはないよ。うん。聞いたんだけど、僕のお父さんとお母さんは、二人とも刀を打ってたんだってさ。でも、工場の管理人さんが亡くなって、お父さんも病で倒れてお父さんも僕と同じようにいつも咳をしてたらしい。それからお母さんも同じように咳が止まらなくなって。でも君はそうなってはならない。僕との約束を守ってよ。うん、僕たちはもう家族だからずっと一緒だよ。この子には名前がない。というより、ザンヒョウも彼の名前を知らなかった。彼の父親は、彼に名前を付ける前に亡くなったの。母親が亡くなってから、この子は、かやぶきの小屋に一人残され、隣人に育てられた。そして、タタラスナを離れたザンヒョウは、偶然にも、自分と同じく名前のない彼に出会い、彼と約束を交わして一緒に暮らした。その子供って最後は幼くして病で亡くなったわ。ある日、ザンヒョウが家に帰ると彼が息を引き取っていることに気づいたの。おい、一体どうしたんだ。返事をしろ。家族のように一緒に暮らした。約束したのに。結局、君も庭たちのように、僕を裏切るんだね。声が、途絶えた。どうやら、記憶はここまでのようですね。引き続き進もうぜ。ついてこいなんて。どうして僕の行く先を阻む？阻んでいるわけでは。待っているのだ。貴様の正体は一種の武器だ。鋼鉄の意志のために刺激されることも、そのまま放浪を続けることもできよう。僕を仲間に引き込もうだ。犯行の運命はすでに幕を開けた。席に加わり、祝宴に参加しようではないか。はっ、へい、よっ。これで
ざ面倒だ。砕け散れ。死の静寂。ちょうどいい。よっ、はい、よっ。いたししちゃうかも。今にみ、それ。ほら、はい、よっ。ただ休憩時間じゃない。ジャッジメント、はっ、よっ。まだ始まったばかりだ。興ざめさせるなよ。いいぜ、はい、よっ、はっ、それ、よっ。粉々よ、逃げられないぞ。よっ、はっ、砕け散れ。誤算だ。とても暗い場所です。あ、ここなら知ってるぞ。稲妻の茶碗工場だな。改ざんされていない記録の中では、旅人はかつてこの地で残票に会ったわ。嫌な感じだ。見覚えがあるぜ。おい、あっちを見ろ。つまり親愛なる淑女様は、あのアホどもとこの工場を僕に託してくださるということか。もうあんたの手下なのよ。蔑んで何かいいことがあるのかしら。認めたくないようだけど、あんたも計画の一環なんだから。それともアビスで戦う方が有意義だったかしら。まあもちろん博士の実験体になるよりつまらないのは認めるわ。本当によく舌が回るようだね。もっとも、その口で得をしたことはほとんどないみたいだけど、これからの任務に向けて少し気持ちの持ちようを変えることをお勧めするよ。言われなくてもこれから何があるかくらい知ってるわよ。そうかな。あえてもう一言だけ言っておこう。自分が無敵だなんて思わないことだね。ましてや感情に任せて物事を処理するなんてもってのほかだ。あら、私を心配してくれているのかしら。まさか。君が僕の足手まといにならないことを願ってるだけさ。君の他人に迷惑をかける能力は公私といい勝負だからね。私はただこの混乱した国に火をつけてあげてるだけよ。あんただって捨てられたものとしてもっとひどいことをしたいと思ってるんじゃない？覚えてるかしら、稲妻にいたあの時、投降を何人も殺したんでしょ。雷電五花殿の末裔もさぞかし苦しんだんでしょうね。あらあら、その表情。過去を追想するのはやめた方がいいわよ。そろそろそのかわいそうな舌をしまって毒を吐くのをやめてちょうだい。それじゃまたね。祝賀会でお会いしましょう。かわいそうな舌だって。体中に火のついた女の分際でよくも僕にそんなことが言えるな。まあいい、誰かがここを見つけるのも時間の問題だ。その時が来たらどんな表情で出迎えてあげようか。陰謀はことここに至ってもまだ断ち切られていないわ。引き続き次の話を体験するけど、放浪者まだ耐えられるかしら。はい、心配はいりません。どうして黙って私を見てるのかしら。もっと人に好かれるように振る舞おうとか。
く思わないわけ？僕の義務は君に好かれることじゃない。それに君の目には最初から利益と結果以外のものなんてないだろ、魔女さん。迷子のお人形が第6位に上がれたのだって他より少し頑丈だったってだけじゃない。そんなのが長所ですって。君と接しているとまるで熱縁と交流している気分になる。だけどお互い殺し合う前にまずはやるべき責務を果たした方がいい。剣票恩を断つ。結霜せよ。へい。やっ。必ず訪れる。逃げられる。知識をあなたにも。粉々よ。早くよっ。はい。ブリわめきなさい。これが罪人の末路。はっ。落ちる。正論派の賢者ナフィスが本計画への加入を断ったことにより私が彼に代わってこの実験に参加することになりました。歓迎しよう。良い協力関係を築けることを願っているぞ。いつから始めるんだ？もう待ち遠しくて仕方がないようだな。先に言っておくが、神になるというのは決して容易なことではない。生体改造には時間がかかる。私も早めに開始することをお勧めしよう。それに連結に成功した後、彼の体は機体と完全に紐付けされ単独行動ができなくなる。そんなことはこれまでにも十分経験してきた。そうだろ、博士？お前は私がこれまで見てきた中で最もタフな実験対象だ。お前のおかげで私はより多くの情報を手に入れられる。だがあの日々があってからというもの、
お前は命令通りいつ何時もアビスの中にこもるようになってしまった。会う機会が激減したことで知識の純度を上げるのも難しくなってしまった。その真面目ぶった口の聞き方、狂った実験にしか興味ないってバレないようにしてるつもりかい？私と話をするときはもっと言葉遣いに気をつけた方がいい、スカラマシュ。確かにお前は役に立つが、だからといってお前が不滅だということにはならない。また博士だ、嫌な感じの場面だぜ。あのものからはとても深い邪悪の気配がします。あいつを見たら嫌な感じがするのは当然のことだぞ、オイラもな。引き続き進みましょう。神様、あなたは僕が悪であると思いますか？あれらがあなたであると認めるなら、悪であるということになるでしょうね。あなたが思うに、人と人形に違いはあるのでしょうか？あなたにとっての前哨や他哨の自分は、あなたと何か違いはある？もしもないとしたら、人と人形だって何も違いはないと思わないかしら。人の世の霊弾に耐え、喜怒哀楽を味わう者は人である。そして、生老病死を憎み、愛し、泣き、怒る者も、同じく人よ。僕は十分に、多くの過去を見ました。もし可能ならば、僕が背負うはずだった、あれらの罪を、取り戻したいと思います。どんな結果になろうと、僕に課せられた非難と制裁から逃れるつもりはありません。これは当然の報い、受けるべきものです。その記憶を僕に渡してくれませんか？え、でもそれじゃあお前は今の身分を失うってことだろ？僕は常々、人という生命個体はある法則に従ってなると思っています。それは過去の経験の集積です。僕は人形として世に生まれましたが、同じ法則を背負っています。記憶を取り戻すことは、あなたを完全に前哨の位置に戻すことを意味するわ。あなたによって捨てられた感情も全てあなたの体内へと戻る。本当にいいのね？もとよりこの胸に開いた穴と共に生きてきました。人形を想像した者は僕を必要としなかった。目覚めた後、僕は放浪を始めました。それからあなたたちに出会って気づいたのです。この失われた罪こそ、あるいは僕が僕になれるきっかけかもしれないと。僕は生まれながらにして他者より願いを抱きやすく、修験者となっても徹底的に悟ることはできませんでした。どうやらそれこそ僕が自らに招いた呪いなのでしょう。だからお願いです、宿命を変える意味を僕に与え、僕の放浪を終わらせてください。わかったわ。すでに決心したのならこれらをあなたへ返すわ。それがあなたの選択なら受け取りなさい。こやつを自由にしてやろう。人形？どうしてここに？この
お主も人間だと思うでござるよ。お揃いでしたか。いい刀だ。本当に嬉しく思うよ。これは僕の。大丈夫なんだよな。だからこそここで終わるわけにはいかないんだ。わけないだろう。愚か者め、僕の視界から消え失せろ。消えた。オイラたちの勝ちか。聞くまでもないだろ。僕がそいつに負けるはずがない。へへへ、言葉遣いが戻ってきたな。自分を取り戻したみたいだ。でもあの中にいたのもお前だろ。そんなに自慢できることかよ。悪いね。
僕は他人にも自分にも薄情なのさ。その言い方、まるで僕を心配してるみたいじゃないか。その必要はない。たとえ僕が何かを変えることができなかったとしても、君のおかげで多くの真実を知ることができた。記憶の読み取りはとても順調にいったわね。この無境も使命を果たせたわ。行こう。話は外に出てからだ。帰りなさい、旅人、タイモン、そして、ザンヒョ。なんだかすっごく長い旅をしたみたいだ。疲れたぜ。もしかして、この名前は不満かしら。別に。ただ、そろそろ名前を変えなくてはと思ってね。博士があれだけのことをしたと知った今、引き続き彼と関係のある称号を使うわけがないだろう。僕がファデュイの方に戻ることはないし、そのつもりもない。きっと多くの人がこの件に影響されたから。そもそも第6位が誰だったか覚えてるとも限らないしね。つまりファデュイを離れるってことか。君の言う通りだ、クラクサナリデビ。全てが無駄に見えたとしても意味がないとは限らない。少なくとも多くの人に僕のことを忘れさせることができた。だからといってあなたの身から過去が消えるわけではないわ。それはもちろんさ。それからあなたが全力を尽くして追い求めていたこと、その最も革新的な目的はまだ達成されていない。その点についても分かってほしいわ。世界を変え、過去を変え、他人の運命を変えるのはそんなに容易なことではないの。あなたが渇望した答えは究極の破滅。その本質は虚妄よ。たとえこの世から残票がいなくなっても、世界があなたの意志に従って動くことはないわ。そうだね。本当に笑えるよ。そこまでやってこんな結果になったこと後悔してないのか。たとえ僕に何の価値がなくても、この世において後悔に値することなんて最初からないのさ。クラクサナリデビ、世界中にあった情報は君がわざとあそこに残したんだね。できる限りあなたが自然に情報を得られるよう、だいぶ工夫したんだから。どうしてそこまでするんだ？僕を抱き込むつもりか？これは正直に言うべきね。過去の経歴によって、あなたは私にとってもスメールにとっても有用な個体となったの。あなたを仲間にすることは、確かに私の計画の一部だった。でもその前に、私は過去の真実をあなたに教えたかったの。もし利用するだけなら、私は博士と何も変わらなくなってしまうから。本当に冴えているようだ。これは私が持つべき美徳なのかもしれないわね。他者にとって有用であること、それが価値というものだ。だからこそ、罪人であっても、僕は再び、利用される理由を手に入れられたというわけだ。ああ、そうか。危うく忘れるところだったよ。君たちは、正義の側で、僕とは違っていたんだっけ？
悪いけど、僕は物事を見る角度が少し違うのさ。まあ僕も全部が全部打算だとは思ってないよ。君のその知恵が優れた助っ人を持つことを定めたんだからね。そう思ってくれてよかったわ、旅人。これから私は世界中に深く隠された秘密をより一層研究し発掘しようと思うの。もちろん世界中に記録されたあなたの血縁者の旅の始まりもね。その前後に何があるのか私も知りたいもの。ええ、旅人。僕が世界中の情報の激流に飛び込んだ後、どうして稲妻に行った？だから彼らに変わった後の運命を尋ねたのか。何はともあれ助けてもらったわけだし、この恩は全力を尽くして返そう。個体と個体の間には借りとそれを返すだけの関係しかないんだ。僕たちはいずれ必ず貸し借りのない関係になる。気にする必要はない。そうではないわ。人と人との関係は決して簡単に白紙に戻せるようなものではないの。あなたもきっと感じたことがあるでしょう。あなたの人生に現れた人は水滴が蒸発するように消えはしない。この世には本当に貸し借りのない関係なんてないのよ。取り返しのつかないことや変えられないことがあるからこそ、人の世には感情が芽吹くの。あなたの感じるものは全て真実であって、あなたの犯した過ちが補われることはない。亀裂を背負ったまま生きていくのが人間というものよ。人間になるかどうかはあなたが選んでちょうだい。心臓のない人間なんていないだろ。それに僕はとっくに人間になろうなんて考えるのはやめてるんだ。あなたは心臓がなくても苦痛を理解することができる。あなたはただ感情を封じ込めているだけよ。過去は揺るぎないけれど、あなたは引き続き歩むことができる。未来という線が十分に長いのであれば、過去は相対的にごく短い区間に過ぎないわ。どうやら僕をどうするべきかもう考えてあるようだね。いろんなことが混ざって難しい話になってるけど、一番重要なのはナヒーダについていった方がいいってことだな。じゃないとオイラたちもなんでここまでしたのかわからなくなっちゃうぞ。だったら君たちと共にいるとしよう。暗闇からの助力としてね。私たちの提案を受け入れてくれて嬉しいわ。お祝いとして自分に新しい名前でもつけてみるのはどう？早く早く、オイラもお前にひっどいあだ名をつけてやる。なんだって？だってオイラまだお前のことあんまり好きじゃないし。なら今後はあまり会わない方がいいかもね。名前は人生で最初の贈り物。はっきりとは言わなかったけど、あなたがそう考えていることは知っているわ。今回は彼とパイモンがいろいろと手助けしてくれたし、どんな名前にするか決められないのなら彼らの意見を聞いてみるといいわ。ダメだ、オイラあだ名しかつけられない。まともな名前は無理だぞ。お前に任せるぜ。思いついたかい？
決まったかい？君の言う通りにしよう。これで、あなたも名前を持つ人間になったわね。あだ名は？もう思いついたかい？まだ考えてるんだ。そうせかすなって。ゆっくり考えるといいよ。思いつくまでは、僕たちはしばらく会わなくて済む。僕を不幸に陥れた者たちには、いつか代価を払ってもらうさ。ファデュイのことか？少なくとも、博士はね。立場が変わったわね。あなたのこれからの道も、それに合わせて変わっていくと思うわ。でも、それは今すぐというわけじゃない。今はまだ、時間をかけて自分自身を整理する必要があると思うわ。ふん。もう一つ。今の稲妻には、まだライデン五花伝の末裔が少しいたね。彼らの中には、僕とライデン五花伝の関係を知っている。いや、知るべきだった人がいるはずだ。僕はしばらく、スメールを離れるつもりはない。もしも君が稲妻で、彼らを見かけたら、教えてやるといい。僕こそが、ライデン五花伝を失墜させた、元凶だとね。たとえこのことが、世界から抹消されたとしても、彼らには、真実を知る権利がある。なるほど。それがあなたの選択なのね。でも、そうなったら。なんてことはないさ。彼らが望むなら、刀で僕の胸を突き刺しても構わない。というより、本来、そうするべきだったんだ。単純明快だね。悪くない。さて、おしゃべりはこの辺にしよう。またね。賢明なる神。そして、君たちも。行っちゃったな。最近の出来事は彼にとって、いきなり一生を過ごしたような気分だったでしょうね。そんなこと、誰でも気持ちの整理には時間がかかるわ。おう、そうだな。あいつは相変わらずあいつだけど、態度はちょっと丸くなった感じがするぜ。これでやっとご飯を食べに行けるよな。おいら腹ペコだぞ。お疲れ様。落ち着ける場所を探して存分に休みましょう。思いついた。神輿長政を小説の最後に持ってこよう。つまり物語の他の登場人物はもういないということか？そうだ。神輿長政は最後まで寿命を全うしたらしいから、最後を飾る叙述者にぴったりだと思ったんだ。異様な雰囲気は消え去った。だがこれから先何十年と、この剣はまるで暗雲のように神輿長政の心にまとわりつくのだった。年老いた彼はある日夢を見た。大たたら長政という宝刀が作られたその日の夜、皆は喜びに踊り、絵を描き、舞い、酒を飲んだ。すべての喜びは炉の中の火に溶け、紅の雲と化し、神輿長政が人生において最後に見た日の出を包んでいった。人生という道は長い。そのことを何か言おうとした時には、すでにどう表現すればいいかわからなくなっていた。
みこし長政が最後に思い出した刀の名が葛城切り長政ではなく大たたら長政だったのは、まだ美しい思い出が残っていたからだろうね。本当に助かった。これで論文が完成できるぞ。赤羽さん、一緒に調査しようと誘ってくれてありがとう。いいってことさ。沢田先生のアイデアのおかげだよ。あなたがいなかったら、私は今頃まだペン先をかじってたろう。ミオラさん、風が今年天へと舞い、掃除の時に割っちゃったのか。でも掃除が来るなんて聞いてないけどな。どうやら戸惑っているようね。気持ちはよくわかるわ。これを知れば誰だって頭を抱えるはずだもの。え、誰かがオイラたちの耳元で話してる。でも残念ながらテイワットの運命はそうたやすく揺らぐものじゃないわ。神ならばまだ少し可能性があるけど、そうでないなら難しいわね。小さな動物が木にぶつかれば木は揺れる。でも傾きと位置が変わることは別のものなの。運命もそれと同じね。まさに瓶が床に落ちるように、猫が割ったものでも鳥が割ったものでも割れたという結果に変わりはない。そうでしょ。歴史は簡単には変わらないけれど、人々の心は変わる。自分の目を信じて。目に見えるものこそが真実であり、見えないものは全て虚言よ。声が途絶えた。さっきの人は一体誰だったんだ。急に出てきて怖いこと言って何なんだよ。瓶も床で砕けたままだし、誰か呼んで掃除してもらうか。なんかこのまま放っておくのは気持ち悪いんだ。おいらちょっくら行ってくるぜ。
癖を見下ろせん。天へと前。遅い。属性を見下ろせ。ついてこいなんて言ってないよ。ついてこいなんて言ってないよ。遅い。背を見下ろせ。ついてこいなんて言ってないよ。風よ。天へと舞い。遅い。ついてこいなんて言ってないよ。見下ろせ。Ha ha ha.